前回のあらすじ。なるほど、過去に行って自分で突き止めろと。ノート、父からもらったノート。そういえば七不思議が書いてあったんだったな。そう、謎の女性、のぞみを探せというメッセージも。お、戻っては来れるようだが、向こうに入れる時間はわずか3日か。なんでしょうか。4章はついに過去に突入ですね。皆様やっほー。本日は第4回目のこちら。あらすじで見たように、今日からはついに過去の世界に。さあ主人公港、過去に行き悲しい未来を変えられるか？それじゃあ4章、見知らぬ街スタートです。お、無事に過去の世界にやってこれたのかな？なんだか周りの雰囲気は懐かしい感じが出てるが。寝てた？おお、ここは元の世界では取り壊されていてボロボロだった神社。こんなに綺麗ということはやはり、33年前の世界のようだな。まあそりゃ不思議がられても無理はない。あら、港逃走しちゃった。おっと、亡くなってしまった父親からの大切なノートを。そしてこの女の子、何かを知ってるっぽい？ミハル、一体何をして遊んでいるのだろうか。まさかって、まさかなんなんだ、めっちゃ気になる。未来の自分に言われていたこと。そう、過去に入れる時間はわずか3日。そして正体がバレてもいけない。さあ港、難しいミッションだが頼んだぞ。まずは過去のこの街を探索。亡くなったというか、まだ立っていないってことでしょう。お、港もすぐに気づいた模様。探索再開。そういえば、子供が描いたような地図が。これを参考に、ちょっと歩き回ってみることに。父からの地図なのに、子供が描いたような不思議。まあこの辺の謎も、いずれ解けるでしょう。戦闘。そりゃ過去の世界だからな、綺麗だろう。お、10円玉ゲット。もらっちゃうのね、港。どこかでアイテムとして使うのかな？お、目の前に見えるのは学校。ここって、母親の慰霊祭があった場所じゃ？かもしれん。残念、ここは入れないようです。しょうがないので駄菓子屋の方に。昔懐かしの遊びをやってますね。33年前、昭和だからな。って駄菓子屋のおばちゃん厳しい。
推し、もう少し街を探索する必要がありそうです。お、交番でなんか聞くのか？そうだったな、のぞみという女性を探すのもミッションでした。みなとも知ってるのは名前だけだからな。おっと、おまわりさんにちょっと怪しまれちゃってる？正体がバレたらやばいぞ、逃げろ。みなと、この時代にいたらおかしい人間だからな、危なかった。途方に暮れて歩いていると、何かを発見。今ではもう見かけない、昔の電話ですね。お、さっき拾った10円の使い道。でもこの過去の世界じゃ携帯なんか通じないんじゃ？でも、試してみる価値はある。どうだ？やっぱり、まあこうなるか。あら、意外にも港、まだ半信半疑だったのか。ってことで駅の方向に向かうことに。おっと、誰かに話しかけられた。あまり話さない方が安全のような。水星？確かノートにも水星に関する記述があったような。33年、タイムマシンが使える周期と一緒。やはり33年後が2020年ってことは、ここは33年前。正真正銘1987年、過去の世界と判明。ちなみに1987年は昭和の終わり。1989年が平成元年、平成の始まりとなります。港、過去と確信ができたらやるべきことを急がないと。なんたって制限時間は72時間。ここでようやく落としたことに気づいた。ってことで最初にいた神社に戻るぞ。おお、なんか難しい名前。さっきの子たちはまだいるかな？あれま、いなくなっちゃってる。ここでまた未来予知の謎の夢が。夜の鏡町駅？電車が遅れているようだが。なんだと。居眠り運転、電車事故で死人まで。これがこの後現実で起こるとでも言うのか？
ここで4章は終了。めっちゃ気になる次回5章、お楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。